はいどうもこんばんは小林たかしがでございます今日はですね、えー、ちょっとこの本かきフライがないなら来なかったっていうね、えー、関城さんという方とまた吉直樹さんあのピースのまたでしたね、えー、の二人の、えー、自由律俳句集を最近読んでこれがなんか楽しかったんですよね自由律俳句って僕自身もそんなにこうなんて言うんだろうな よくは分かってなかったんですけどあまあ、自由なあの席をしても一人とかああいう感じの自由なあの575関係ない俳句なんですけどでもこれを読んでみて分かったのはやっぱ俳句ってあのー、なんていうんですかやっぱりビジュアルが浮かんでくるってことがすごくやっぱり大事みたいですねあのー、本当の575の俳句もそうなんだけどもなんかかっこいい言葉とか 響きとかそういうのが大事というよりも聞いた人が絵を浮かべるビジュアルを浮かべてくれるビジュアル化っていうのがすごく大事だっていうことに気づかされる本でしたっいうのもなんかね本当にこの本読んでる間中なんか絵をずっと想像し続けてる感じになるのよそうするとなんかすごい集中力で想像の世界にいられるっていうのがなんかすごく久しぶりにそういう経験したなって思ったんですよねなので。 えー、この中から僕が気になった句をバンバン読んでいきたいと思います。<laughs> えー、引用元はカきフライがなかったら来なかったということでね。あ、カキフライがないなら来なかったでございます。例えば、またカット世界チャンピオンの店だ。これはまああるじゃないですか。あの普通の床屋にカット世界チャンピオン を受賞した床屋ですみたいなことが書いてある <laughs> またあったよっていう本当にそういうやつなんですねそ,うそれだけの絵が浮かぶじゃないですか、まあ、あるあるに近い部分があるけどそういうのが楽しかったりするねっていうこういう本なんですねちょっと読んでいくと大体んとなく分かってくれるかなと思うんですけど「皆車窓から虹を見ていた怖そうな人も」これもいいですね。あ虹だっって誰かが言ったら 本本当当だっってみんなやっぱり乱すその時にあんなに怖そうだなと思ってた人も「虹」ってやってるその風景がなんかいいじゃないですかそういうことだと思うんですよ。うん、すれ違う人みんな金融のうちを持っている祭りの夜、うん、これなんか逆に現代日本的な風景だなと思うんだよね。あのお祭り <laughs> お祭りの風景自体はああ情緒と思うんだけどそのみんなが持ってるうちわがザ広告な金融機関の <laughs> 配ってるうちわだったりするあいつから始まったのか分かんないけどあのプラスチックの広告のうちはあれ下品で、えー、広告って感じででも今の日本の夏って感じがするっていうね。月明かりと 防犯用センサーライトに照らされ歩く、うん、こういうのもだからああ月明かりの情緒と思って歩いてるじゃないですかでそこにほらちゅなんていう駐車場とかさガレージのさところに人が通りかかるとセンサーでパッと上がりがつくあれがパッと照らされ急に照らされてちょっと我に返るみたいなそういう風景ですよね。不法投棄されたたゴミたちにも夕立ち うん、雨は誰の上にも等しく降るっていうやつですよな。うん、要するに同じ意見だああこれもなんかあるあるに近いものがあるのかななんか興奮して喋ってるけどえそれさっき俺が言ったのと同じ意見じゃんっていうことを熱く語っちゃう人いるよね。<laughs> あのなんかよくよく聞くと結局言ってること同じだったっていうさなんか 言いたい、言いたいが勝っちゃってる人って、たまにいますよね。双子用の乳母車が来た来た。あ,あ、この来た来たのところが、なんか、ちょっといいんでしょうね。双子用のこう、横並びの乳母車ってあるじゃないですか。あれがこう来た。まあ、二つ来てるか、来たじゃ足りないよね。来た来たっていう、まあ、そんだけじゃ、そんだけの話なんですけど。旅先で聴いて、少し好きになった嫌いな曲。あ,あ、こういうのはあるかもね。 なもともと好きじゃなかった曲なんだけどやっぱ旅ってそういう自分が今してる旅の思い出に結びつくじゃないですかだからその旅がいい旅ならそこで聴いた曲がよく聞こえちゃうっていうのはやっぱあるでしょうね。居酒屋のトイレで一旦酔っていないなふりをするこれもなんかわかるんだよなそういう時あるよね。 あ酔っ払っちゃってなって分かってて一回トイレになって冷静になった時に「あやべやべ酔ってない酔ってない」酔っ,てないっていうふうに自分に言い聞かせるみたいにして戻るみたいなあれ何なんでしょうね。うん、死んだ魚ゴロゴロロこの辺りは港町ああ港町って確かになんだろう猫が運んじゃうのか知らないけどそこら辺にちっちゃい魚が転がってたりするよね。 まあそれがこの海臭さ生臭さみたいなものを持ってくる港町の風景、うん、今年一番綺麗にむけた甘栗だ <laughs> まあこれも <laughs> ちょっとしたちょっとした嬉しさみたいなもんなんでしょうけどね甘栗ってのは渋皮がうまくむけないからね <laughs> まあそんな感想だけで終われる句ですねロフトは絶対条件と言ってた頃ああ僕ね ロフトがある部屋って住んだことはないんだけどあれの良さっていまいちわかんないですね <laughs> 住んだことがある人もしかしたら住んでみたらあれ結局物置になっちゃうよとか <laughs> あのうんそういう感想を持った人も持ったことある人もいると思うんだけどでも憧れてしまうロフトにみたいな時期ってあるんでしょうね怒っている頬に畳の跡ああ なんか怒り出した人の顔をよく見るとここに畳の跡がついてる畳に寝てたんかいっていう話なんでしょうけど人間ってそういうとこあるからね自分がしてた行動と感情があの全然合ってないってことの方が多,多かったりしますよねそこが人間なんだと思うし面白いなと思うところだよね。「耳鼻咽喉」の看板が「阿鼻教官に見えた夜」。 ね喉鼻のお医者さんねその看板を見て「ビ共感?」って思ってしまうそんな自分のそんな夜の自分が抱えているものみたいなことを想像させる句ですね。 この雨で一番濡れてる人登場何 <laughs> でしょうねこれねこ登場が確かにちょっと面白いんですけど「ああふられちゃった」って次々に人が駆け込んできて最後にびっしょびしょの <laughs> 人が駆け込んできてんだろうね登場しましたよ、うん「このベンチはやめよう昔ちょっと」うん、なんかあったんでしょうね なな思い出なのかな何かいざこざがあったり悲しい思い出があったりするベンチなのかなスイカを持って行っってたたが屋上には出れなかったあーみんなで「スイカ屋上で食べようぜ」「天気いいし」って言ってワクワクして屋上に登っていったんだろうけど開かないやスイカせっかく持ってきたのにみたいな。 その時のの気持ちみたいなねその手前のワクワク感とあー残念ちょっと無理だわっていうそのね両方がありますね。占いい師が犬に吠えられている <laughs> これは、まあ、だからなんだっていう話なんですけど、まあ、作者の占い師に対する視線みたいなものがあるんでしょうこれ 占い師が犬に吠えられてるよ <laughs> こ,れはこれはまあ個人個人その偏見があるだろうから何 <laughs> とも言えませんね。うん、これも何感じるかは分かんないね人によってね。はいというわけで、えー、この本、えー、これ多分ねもう一冊ぐらいはこの詩集、えー、この二人の詩集って。 出てるみたいですまさかジープで来るとはっていうのは多分同じ感じなんだと思うんですがこれはとても、えー、面白かったしなんか頭空っぽにして想像力だけになる時間を持てたっていう意味で、えー、とても楽しい本だったので皆さん読んでみてはいかがでしょうかということでした。またねバイバイ。はいというわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。ああと投げ銭ししししたたたくくなっっら概要欄のの方にリンク貼ってありまますすででよろしくお願いします小林隆でした